きます。そう、回すって言ってました。いや、なんかやってくれんのかと思ったら、あの、コマも俺結構好きだよ、あれ。あ、いいですか、うん、よかったっす。来年行け、削りは使うよ。いや、なかったと思った、それは。いや、ないよ、ないよ。だから、だからでも俺はあったと思ったよ。10からね。チャレンジ失敗。10で始めるんですか、それとも10で始める。10で始める。15だよ。10からね。もうそういうのやめろ。10からスタート。めっちゃ軽い。落ち着け、落ち着け。これじゃないから取れんだよ。これ取れんの。大体回んないからね。大体回んない。10、11、11、11、11、やばい。テンポが。うわ。うまい。あ、ちょっといけない。やってる。危ねー。ちょっと待って。これでもマジで取れないわ。うまい。カフェインって合う合わないあるから、なんかね、俺も実際飲みすぎると気持ち悪くなって、あ、よくないんです。そうそう、バーディーの試合前の食事みたいなの見ました。見た。え、レッドブルアホみたいな。そうそうそう、朝から。お願いします。最近一番うまく入ったんです。思いますか。あ、ちょっとお土産マジで一応悪いよ。やってました。あー、いいじゃん。はい、いただきました。ちょっと昨日渡しそびれたやつなんですけど。余ったしちょうどいいやつってね。はい、俺八つ橋めっちゃ好きなんだよ、ね、
3% 3% だけ、ね、料理は、うん、いつから目覚めたんですか。ああ、俺もともと俺高校生ぐらいから意外と好きで、あ、そうなんですか、ね、バンビーノっていうドラマ、まあ漫画もあんのかな、松潤が主演のイタリア料理のやつがあって、うん、はい、大学行かないで料理の専門行くか迷ったの、うん、ってぐらい結構料理考えてたし、俺高校の卒業文集料理人になるって書いてある。そうなんですか。ラーメンハマってたんだ、確かに。ラーメン屋にハマってて、はい、ラーメン屋になろうと、ラーメン屋かイタリアンの店出しますみたいな、はい、書いてて、卒業文集みんな結構真面目な卒業文集書いてるの、はい、俺だけなんかわけわかんないラーメンについて語ってるみたいなダイニングバーとか居酒屋もやったし、ダイニングバーもやったし、弁当屋でも働いたし。お、あ、今何やってんの。サーティーワンス。マジ使ってください。サーティーワンです。使いますよ。飲食場なんで。ああ、まあね、実際人だから、ね、はいはい、人がマジなんで、うん、あ、出たー、これこれこれがいけ。みんな結構全モザイク。どこに？